と音いくで。はい。沈むように溶けてゆくように一言で全てが分かった。日が沈み出した空と君の姿、フェンス越しに重なってた。初めて会った日から僕の心の全てを奪った。どこか儚い空気をまとう君は撮ってる。回しました。あ、はい、はい。ということで今回は今回の踊ってみたシリーズは、ゆるにかける、かけろ、かける、かける、ゆるにかける踊ってみました。ちょっと慣れへん曲やから振り作るの結構難しかったんやけど、じゃあお前お疲れ様です。ちょっと本当に今はやめてください。めちゃめちゃしんどがってるやん。いや、ありがとうございます。はい、これはテイク4?5?6? 6? そんなやってません。いやや、ってるよ。やってんね。じゃああれな、俺の最初ここ間違えるとかはなしな。はいはい。結構細かい振りも多いし、そうですね、大振りもこの速いテンポでやってるから結構疲れるよな。やばいっす、今までで一番しんどかった。あ、この踊ってみたシリーズの中で、え、自分のダンス人生じゃないやろ。いや、違います違います。もっと限界超えてきてます。ああ、もっと限界超えてきてます。ほんなら今日も超えてこいや。なんで超えへんのお前。人多いし。え、人多いし。何ね、人多いって。いや、これだと思う。めちゃめちゃしんどいっす。めちゃめちゃアマチュアみたいな答えしてるけど。僕以外多分踊れなかった。いや、踊れるやろ。そのしんどさ、アピール。やばい、ほんまに。ほんま、鍛えろよ。鍛えます。うん、走りや。走ります。はい、ということで今回は踊ってみたシリーズ、夜にかける、かける、かける、夜遊び、夜遊び、はい、離れ系ダンスで振り付けしてみました。なんかあの他にこの曲でも踊ってほしいみたいなのがあったら教えてください。ぜひね。はい、うん、ということで、今回カメラマンはまた純也くん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、相方はスポーツマン。お願いします。お疲れ様です。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。また。